謎謎を。いいよ。このコーナーでは明日使える大人の謎謎をお届けします。またある。はい、ありますよ。なんと今回はあのリスナーの方から出題が来ております。出題がはい、いただきますね、お名前欲しいもが欲しいもさんからいただきました。欲しいもさん、いつもありがとうございます。はい、人によって大きかったり小さかったりするけど、いざという時にはたくましい、人妻はみんな大好きなおで始まり、うんで終わる5文字のものってなんだ。はい、おちんちんおちんちんでしょ。おちんちんしかない。みんな大好きだから。てか、おちんちんでしょ。おちんちんじゃないんですね、これが。え、違う。また、はい。え、何ですか。正解はお父さんでした。いや、おちんちんでも正解ですよね。いや、こしもさん的にはお父さんとしか書いてないんで。もう一回問題、聞かせて。人によって大きかったり小さかったりするけど、身長が大きかったり小さかったりするね、はいはい、いざという時にはたくましい、うん、でそうは限らへんね、でも、うん、それは思ったんですよ。お父さんによるよな。思ったんや。そう思いました。おしもさんに、おしもさんのずさな点が見えた。で、人妻はみんな大好きな。人妻はみんな大好きでもないよな。大好きとも限らないなって私は思いましたけど。確かにな。でもおちんちんも面白いね。人によっては人妻ね、さまざまじゃないですか。好きかな、みんな。おちんちん、おちんちん、ね、お父さん。何やろな。なんか他にもありそうですけどね。はい、ということで今回は初の試み。うわ、リスナーの方からの。この前のあれは、あのそのゲーム、美少女ゲーム用語のやつはどうだったんですか。あれあのおちんぽミルクだったじゃないですか、前回の回。おちんぽミルク、はい、そちらで、問題尽きてしまってます。2週2週ぐらいですよね。日週でつけるんやったらもうさ、わかるやん、大体始まる前にこれもう無理やなって。これは続かんなと。続かんなって気づくべきや、とりあえずやっとこうみたいなこと。ちゃんとあの台本にですね、スタッフさんがまたストック溜まったらやりますって。あ、ストックね、はい、ストックなんてこれ溜めなあかんもんなん。調べればすぐにあるんじゃないの。ないの。ないんかな。なかなかあの難しいんですよね。なるほどね。はい、でもこれあのリスナーの方からも用語を募集してます。謎の本募集してますし、用語も募集してますので。おせっかんじゃない。おせっかん。あー、この人妻がみんな大好きな、はいはい、人妻。おせっかんでも通常するかもしれへん。人によって大きい強かったり、大きかったり小さかったりするけど、おせっかんが強かったり、いざという時にはたくましい。いざという時にはおせっかんはたくましいよ。おせっかんなんやな。人妻は思ってた。確かにな。確かにいろんな回答が、いろんな回答があるよ。いろんな回答があるから、ちょっとクイズとしてはちょっと不成立です。不成立です。いや、送っていただいてありがとうございます。はい、それでは今日も始めていきましょう。ボイズハート放送局。おなほー、月森ねねです。トイズリは南川です。芸人と声優が大きなお友達と作り上げていく健全な男の子を育成するトイズハート放送局、皆さんの欲望に応える番組を発信していきますと、はい、いうことで、なんと今日はねねちゃんがね、はい、髪を蹴られて、あ、切りましたね。え、あの我々世代でしかわからないかもしれない、ニキータみたいですね。ニキータ。ニキータ。ニキ。我々世代しか分かりませんから。ニキータみたいですね。レオンとかリュック・ベッソン監督が出世作で、ニキータよりもあれか、レオンのマチルダの方が分かりやすいかな。それはなんか分かりますけど。そうでしょ。そう。そういうようなちょっと ボブというんですか。あ、そうなんですよ。なんで短く切られたんですか。ちょっとなんか気分の変わりですか。髪の毛長いのすごい憧れるんですけど、あの元々癖っ気。あ、そうなんや。なのと、そうの本名元々なんですけど。髪の毛長いのアレンジするのがすごい苦手なので、不器用なんですよ。面倒くさくなんですよ、根本が。で諦めて、あの行けるとこまで行ってくださいって言ったら、短くなりました。いいじゃないですか。全然シャンプーがめちゃくちゃ楽です。僕らが会った時それぐらいの髪の毛じゃなかったです。あ、そうなんですよ。大体まあ顎、今ちょうど切って顎下ぐらいなんですけど、肩につくかつかないかぐらいまでを行き来してる感じですね。いい生状態で、今日はちょっと気分転換というか、はい、今年はいろいろ心変わりとかあって切ったみたいな。まあ、そうですね、事務所もね、春に変わりましたし、変わったし、変わったというかね、そういうのもあってちょっと切ったと、はい、いいじゃないですか。だらだら。でもなんでこの、あの、はい、髪切ったとか言って、なんかその、そうなんですよって言ってほしいじゃないですか、こっちは。
触れて触れないでくださいみたいな。なんでなの？なんで触れたいやんか。なんかもうちょっとテンション上げてるつもりなんですけどね。上げてんだよ。上げてます。でも俺がちょっとまだちょっと救い取れなかったね。それはね。よし頑張るぞ。よし頑張ってください。トイズハート放送局です。行きましょう。頑張っていきましょう。番組の実況や感想をハッシュタグ、はい、トイズハート放送局でぜひ。つぶやいてください。お願いします。はい、お待ちしてます、うん、それでは今日もあなたの欲望にお答えしていきます、はい、トイズハート放送局今夜もスタート。この番組は大きなお友達のおもちゃブランドトイズハートの提供でお送りします。トイズハート放送局、改めまして月森ねねです。南川でございます。三川さん、どうしたんですか。 TK を木下さんに TKO の木下さんに、はい、うん、そう、宮迫さんのお店ですね、うん、牛宮城、はいはい、渋谷でしたっけ場所。そうそう、ね、渋谷、そうごちそうになったそうで、そうそうそう、その時の話がちょっと聞きたいなという。あ、ツイッターでね書いたんですけども、そうですそうです、拝見しまして、木下さんと、はい、なんかちょっと前に番組で一緒になって、うんうん、で僕結構ねいろいろ言わせていただいてたんですごい気まずかったんですけれどもでもやっぱりそこはなんか、はい、飯行こうやとか言って言われて、で木下さんがねその当のペットボトル当てたご本人の篠宮さんとまあ一緒に行くから、うんうん、まあもしよかったら南川もどうみたいな感じで、全然全然3人で、そうぜひぜひぜひって言って、うんうん、でもうまあ木下さんといえばね、そのうどん騒動というか、はい、そのまあ 5人での打ち上げの場所に2つしかうどんをねなんか頼んでくれなかったみたいなことエピソードで僕言うんですよ、うん、腹ペコやって腹ペコやってみたいな、そうそう腹ペコ。ただこれ木下さんもおっしゃる通り、はい、僕も実は一つ隠してて、はい、穴子寿司も頼んでくれてました。あら、それを言えよって言われました穴子寿司も頼んだろって、悪い人みたいな、そうそうそう、うどんを頼んでくれた吉な人みたいな。とはいえやっぱりツルトンタン行ったことある人は分かると思うんですけど、うん、やっぱ一人一個食べたいですよね。美味しいですね、絶対に、うん、でもやっぱり 2個でいいやんみたいなところを分け分けした方がええやんっていうのに違和感感じたんですよっていうことで、うんうん、まあまあまあ確かになっていう、まあちょっとまあおケチエピソードが結構あるんですよ木下さん、昔からね昔からあるんですよ、はい、だからなんかそれを払拭するかのように、うんうん、その牛宮城ではめちゃめちゃ食わせてくれてる。しかもなんか僕と篠宮さんにお土産、うんうん、なんか回転焼きみたいな、はい、大判焼きですごい人気の大判焼きを、はい、俺たちのために並んで買ってきてくれて、それ本当に木下さんですか。そう、俺はなんか細胞から変わったんかな、ね、なんかちょっと我々のね、うん、思い描いてるイメージと全然、いやでも木下さんといえばなんか本当に今そういう方なんですよ、はい、本当は、いや、まあ、いや本当はっていうか本当はっていうかとりあえずなんかこう、うんうん、ケチって言われてるから一旦払拭しようと思ってそれぐらいしてくれる人で、ね、優しさが今マシマシな感じだからまあ、はい、憎めない人ではあるじゃないですか、これやっぱこういうこの行動で、やっぱ憎めない人なんですよやっぱりそこはね、はい、ありまして、そういう方で、で俺牛宮城って初めて行ってこれね、はい、みんな、まあ、当たり前やけど俺全然ちょっと気づいてなくて、アホなこと今更気づくなって思うんだけど、この牛宮城の宮って宮迫さんの宮やろね、はい、あーね、確かに分かるでしょ、なんか、ね、看板みたいなのに行ったら看板みたいなのやけど、はい、やっぱ宮って書いてんのよ、うん、あーやっぱもうで後ろになんか牛のマークみたいなのがあって、その宮が結構こうシンボルマークみたいな、あこれ宮迫の宮と書けてるんやろ、これ全然俺気づかなくて、確かに私も今言われてあーってなりました。そうそう、でこれね、はい、ほんまなんか芸人やから言ってると思われるかもしれないですけど、はい、めっちゃうまい、あこれめっちゃうまい、肉もすごい良くて、やっぱちゃんとしたお肉を、そうで僕結構ねキムチに厳しいんですよ。あ、そうなんですか。僕、ね、初情報ですよ。僕初情報ですよ。僕、はい、キムチに厳しいんですよ。結構ねキムチ厳しくて、はい、結構焼肉屋行ってもうーんって思うんですよやっぱり、はい、やっぱり結構ちゃんとしたキムチ、まあ、お店によってはちょっと、うん、そう、うん、そこのやっぱキムチすっごいちゃんとして美味しいし、ちゃんとお肉以外のところも、そうそう、でそこからユッケジャンスープも美味しいし、はい、で肉もすごい美味しいしね、うん、これ完璧なサービスというか、で僕らやからやってくれてるわけじゃなくて、もうすごいいっぱいやから、うん、そんなこうなんていうの、俺たちに構ってられないみたいな、もう人気店なんですね、人気店、うん、ただたまたま、はい、全然この打ち合わせとかしてなくて、うん、たまたま宮迫さんが、あら、なんか YouTube 撮影かなんかしてらっしゃったんですよ。うん、で俺みたいな、
その扉開けて、あれ何してるのみたいな、うん、で、いや来させてもらいました、おー篠宮や南川やみたいなって、うん、ちょっと一杯だけ一杯だけちょっと飲ませてよとか言って、で、はい、木下さんがいやぜひぜひぜひっつって4人でこう喋る、俺も久しぶりに、俺ちょっと番組で1回絡んだことぐらい、2、3回絡んだことあるぐらいやから、なんかそんなにね、あの面識もないけれども、はい、木下さんお久しぶりですって、いや久しぶりやなみたいな、出てるやみたいな、うんうんうん、見てるでみたいな言われて、篠宮さんもなんか篠宮も出てるなみたいな、でちょっとこう喋るやんか、でもなんか木下さんとその前に喋ろうとしてたことを一旦こう中断してね、うんで宮坂さん来たら喋るでしょ、はい、なら、まあ、一杯飲んだら、うん、もう一杯いいぜひぜひぜひって木下さんもね、うん、さんもオーバーブルーワインでいいですよつって、でまた飲んでバー喋ってまた飲んでもう一杯だけ計5杯結構飲みましたね、宮坂さん100本ぐらいいてはりましたね100本ぐらいいてあって、まあ、早く帰らないで最後最後木下さんに、まあ、早く帰れやがれ兄さんつって、でまあ帰って恵子ちゃんちゃんってこう写真も撮って帰って、うん、で俺らもなんか食べて、いろいろ話できて、でまた何かあったら、あ飯行こうやみたいな感じでハッピーに終わりましたという話でございます。まさかの宮坂さんまで攻撃されてて、そう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 、いやほんまちょっとでさ、あの、はい、まあ、これこの流れで言うのもさ、まあ、下世話っていうか、うん、あれやねんけど、はい、トイズハート放送局、はい、トイズハートをね、うん、あの大好きでやらせていただいて、うん、はい、この前ね、ある番組、はい、だいたい、モルック番組がありますと、まあ、ユニフォーム着るんですけれども、はい、だいたい番組からあの帽子 NG が出るんですよ。やっぱりちょっとこ こうお子様も見るということで、あね、いろいろね。でもあのできれば僕は被りたいわけですよ。まあそうですね。そうです。でこの前あの結構もみんなが知ってるような番組です。はい、ね、もうだあのもうすごい大御所が MC の番組です。うん、それでモルックの僕と森田が出る番組があって、はい、僕それそこの番組で被りました。はい、あこれ全国ネットなんで、全国ネットでちょっと初めてじゃないですか、全国、ね、初かもしれないですね、マークが出るのが。いやワクワク。だからちょっと、まあ、こんなんね、なんかいちいちやらしい自分で言うことじゃないんやけどトイズハートで牛宮城、ね、そうですねぐらいバチ当たらんような気はするんやけれども、ね、俺だけなんかなそう思ってんのかな、牛宮にみんなで行きたいの、社長ね、ちょっと今度、ね、社長聞いてますか今はこの時間は僕と社長のだけの時間です聞いてくれますか、いやまあ牛宮城じゃなくてもまあどっかね、何かちょっと何かしらね、会合をしたいもんね、もうあの私あの骨をうずめる覚悟でいや本当に社長どうかいや俺ラジオ通して社長に聞き出したら、ね、もう終わりよねまあそういうこともありましたんで、ね、まあ、ぜひなんかまたあの告知でと本当にツイッターのさせていただきますと、はい、とんでもない。メールありますか、はい、メールをじゃあ、うん、僕から行きましょうか。そうですね、南川さんのメールね、行かせてください。メール結構来てるんですよ。はい、ラジオネーム今日だけ匿名さん。はい、ありがとうございます。月森さん、南川さん、おなほう。前の放送で火星方形の話題になりましたが、私は独身のうちに手術を受けた経験があります。火星方形で受けるね。その後は楽しい人生を送ってきましたが、成人病検診を受けるようになって悩みがあります。はい、それは検診の問診票なのですが、はい、過去に受けた手術の欄です。方形手術は書かないといけないのか、書くとすれば何と書けばいいのか、誰にも聞けず、毎年健康診断の時期には悩んでいます。ぜひともこの番組で答えを教えてくださいと。これはなんか、いつになくちょっと切実というか、火星方形ってだって手術したんやね。はい、別に火星方形手術する必要ないもんね、別に。うん、俺も火星方形やけど別に困らないっていうか、うんうん、もはやね。でも確かにやれる機会があったらやってたよね。あ、高校生とかやってたかも。やれる機会があればね、お金とかその時にあって時間もあれば全然やってた。で今更もう言えばめんどくせえってなるけど、そうそうそう。まあでもこれをこきゃいいやんの、火星方形の手術って。まあ、一応ね、手術ですからね、手術の手術ですから。まあ一応ね、はい、まあなんか体に何かが入ってるわけじゃないから、別に書かなかったっていいかもしれないんですけれども、でも書いた方がいいですよね、絶対に。書かないよりは。うん、ちなみにどうなんですかこれって。これはね、スタッフさんが調べていただいたら、はい、手術をした場合は申告した方がいいとのことですと。どうしても書きたくなかった場合は、うん、問診票に書かずにお医者さんとの面談の際にお医者さんにこれって書いた方がいいんですかねと相談してくださいと。でも僕例えば、はい、あの一回そのスノボで骨折ったことあるんですよ。あら、
あらららら、もう腕がバキッと逆に折れて、で、はい、手手術したんですよ。これもかかんなかんってこと？麻酔してたら、あ、麻酔してたら、全身麻酔やったことあります？いや、ないです。全身麻酔、はい、マジですごいよ。どういう感じなんですか？こうなんか俺の場合は、まあ、全身麻酔で言ったらこの口にこう当てるやつやね。当てたらこっからガスが入りますよっつって、うんうん、これもう吸ったらもういっぱいすぐ 寝ちゃうんでっつって、そんなわけないやんって思って、そんなわけないやんまで覚えてるんですよ。あ、じゃあもうそっからもう記憶がそっからもう起きたらベッド、あ、もう手術も無事に終了して、終わって終わってでもなんとなく頑張れんのよ、うーんみたいなみたいな。でも絶対無理。あ、すごい、なんか医学の力ってすごいよね。だからまあそれをした経験があると、うんうん、もしなんか麻酔でなんか量とかさ、あれとかあるので、絶対火星包茎は局部麻酔なのかな、局部麻酔、全身麻酔じゃない。じゃあ意識がある中で、いや局部嫌やなやるってことですよね。そう、あら、だからそれで言うと、僕はその手術の時に、うん、要は起きたら、うん、尿道に入れられてるわけですよ、管を、おしっこのね。で、あれ麻酔入れてるから、うん、まあ入れれるのは何も無感覚ですよ。ただその夜、次の日にその管抜きますねって言われるんだけど、もうね、嫌なのよ、その違和感でしかないっていうか、う、痛みとかはあるんですか？痛みっていうか、もうその時は痛みは別にないんだけど、ただなんかおしっこがずっと出てるか出てないかみたいな気持ち悪い感じでこれちょっと嫌ですね。やっぱもう局部にすごい違和感があるのよ。だからもう俺ナースを夜中呼んで、はい、すみませんっつって、こんなと申し訳ないんですけど、これもう抜いてほしいんですよねっつったら、あ、いいですよみたいなで、そのさ、ナースがさ、はい、めっちゃ美人やった。あらもうめちゃめちゃ美人だからさ、俺なんかカッコつけたいやんで、なんか全然大丈夫なんですけどみたいな、大丈夫なんですけど、抜けるんやったら抜いてもらいますみたいな、あ、わかりましたとか言って、で抜くやんか。でパッて触られて、ちょっとこう抜こうとした瞬間に、もう来るであろう痛みがちょっとわかるわけよ、予測できるわけ、うん、やばいってなって、えってなって看護師さん、こうやって痛いですかみたいな、うん、痛いもんすかねって、あ、結構痛いですよとか言って、うん、え、はっきり言うんやって、看護師さんが痛いって言うんやったら多分相当痛いやん、うん、ほんでもう一気に行きますから一気に行きますよみたいな、ほんで一気にズズボってるギャーってなってもう腰から持っていかれるのよもう嫌だ嫌だ嫌だみたいなズボーみたいな、でそう、もう尿道さすがに我慢できなかった。そう、我慢できなくて、でもそれでも抜けて、あ、まあ良かったけど、そのなんかその看護師さんはすごいクールにこう抜いた瞬間にやっぱちょっとおしっこが管からポトポトポト落ちるわけやんか、それをなんかクールにサッて拭いてもう慣れた手つきで慣れた手つきで空気サッて、なんか別になかったかのようにサッて拭いて、はい、お疲れ様でしたみたいな感じで帰ってきて、俺はもだえながらベッドで、あーくーってなりながらなった経験があります何の話なんですかでもだからこれ言った方がいいってことやんね。そうですね、だから言った方がいいから、はい、正直に申告しましょう、うん、じゃあ書き方やんことです、はい、下腹部の手術とかね。あ、そうですね、まあ、うん、何かあったら多分聞かれると思う、ね、下半身の手術とか言われて、そうですね、火星包茎でって言えばいいやんね。確かにちょっとふわっと、そうそう、ふわっと書いて、まあ、何かあったら多分お医者さんから聞かれるだろうから、ね、チンチンの皮を切断しみたいなチン皮切断手術みたいなさなんかちょっと可愛らしい感じ書いてくれたらいいやんなチン皮とかね、まあそんな感じでございます。はい、OK ですか。ありがとうございます。はい、今回の紹介は以上です。引き続き皆さんからの投稿お待ちしています。ボイズハート放送局、ねね南川のセクシャルな話。いいよ。このコーナーは皆さんから性にまつわるあれこれを募集して、性にまつわる知識を深めて気持ちよく過ごしていこうというコーナーです。なん今回はオナホ殿堂博物館、何年経っても色褪せないエッチな体験や忘れられない AV などを紹介しますよということで、うん、はい、お名前ピリオドさんからいただきました。
僕が未だに脳裏に残っている映像は友人のお母さんの下着姿です。わあ、なるほどね。中学生の頃友達の家に遊びに行った時、うんうん、離席した友人を探しに家を探していると開けたのは友達夫婦の寝室、はい、そこでお母さんが着替えをしているところに出くわしたのです。うわー、たまらんね。焦ってドアを閉めたのですが、うん、その一瞬で焼き付いた光景は未だにフラッシュバックしてきます。なるほどね。え、何歳の時って言ってんの、はい、中学生の頃ですね。中学生やったら結構年齢上やもんね。確かにな。でも僕それで言うと、小学1年生か2年生ぐらいの時にスーパーファミコンが当時流行ったんですよ。当時で持ってる子が少なくて、でその友達が持ってて、その友達の家に行ったんですよ初めて。だからそのお母さんが結構なんやろな、化粧濃いめの全然、ね、お母さんって感じじゃなくて、うんうん、まだまだ現役感ある、ちょっと若々しい感じのお母様、子供心にもなんかそんな感じがしたいよね。で、そのお母さんが結構テロテロの服着てはって、うんうん、でこうスーパーファミコンじゃないですか。でこうカセットのことを、え、これどうやんのとか言いながら、こうやってお母さんがこうセッティングしてくれてる時に前鏡になるのよ。で、はい、全然その下着がね、もう俺のもう目のもうなんか50センチ前にもう、うん、もう丸見えみたいな下着の胸が丸見えみたいな。見た時あれは良かった。良かった。でも確かにあれはだから良かったっていうか、なんか、うんうん、お友達のお母さんにそのドキドキすることなんかもう絶対ありえないと思ってるやんか、そんなんね。まあね。ありえないよ、それやっぱ年齢的に。まあそういうのもあるから、はい、なんかと思ってたけど、意外とあの時にうわ、なんか見てはいけないものを見てしまったみたいな気持ち、なんかエロいというよりもうわ、なんか見てはいけないものを見て、うわってこう目を背けた。うんうんうん、みたいなことはありましたわ。やっぱりこれは中学生になるとさ、結構上やん。だからまあ行ったと二十歳やったとしてもまあ34か。うんうんうん。まあでも34って言っても今の俺より年下やからね。そうですね。びっくりした。だいぶ若いですよ。まあ二十歳だとしてね。だから40前後やね。まあそうです、ね。ってことは今の俺やね。うん、どうでしょうか。いやまあ確かに同級生が下着だったらそう絶対興奮するよね。そろそろね。じゃあやっぱ中学生当時の南川さん、どこのそのどの下着の部分がやったのね。あ、例えばスカートだけ履いててブラジャー姿だったのか、もしくは上下だったのか、あ、どれだったんだろう。でもさ、ねねちゃんもさ、はい、今の今例えばね、着替えてる時に、はい、まあ普通におっさんに見られるの嫌やんか、当たり前で。おっさんに見られるの嫌やん、うん、でも幼稚園児に見られたら、ああみたいな感じで、別に嫌じゃないよ、まあ、幼稚園児やったら嫌じゃないやろ、うん、でもおっさんは嫌やんか。中学生やったらどれぐらい嫌？中学生や、うん、なんか嫌というより恥ずかしいの気持ちが勝りそうですね。ああ、見られたっていうのが嫌っていう、うん、だから恥ずかしい嫌やな、それは。まあそうやな。それはそうよね、確かに。だから完全に中学生ももうちょっとこうもう言ったらね、性の目覚めをしてる男性として見てしまうよね。そういうこともあって、確かにな、そお母さんも嫌やったと思うよ、そりゃ。どういう、ね、状況だったかは、ね、まあ、すぐパッてね、閉めたらあれやけど、事故ですからね、こちら。でもやっぱ、はい、論点ちゃうけど、うん、友達の家勝手に、友達の家行った時に勝手にドア開けたかんわ。マジな、うん、マジなアドバイスです、ね、そう、これは嫌われる。ちゃんとトントントンって、これはやっぱ嫌われるやつやから、ね、しましょうね。俺多分お母さん、うん、友達帰った時に、あんたな友達をつけ考えなあかんねみたいな言われてる可能性もゼロではない。ゼロではない、まあ、可愛いなってエピソードだけど、ね、まあね、うん、中学生ですから、はい、まあ、気をつけて、はい、という感じでございました。今回は以上です、うん、皆さんからの性にまつわるあれこれ引き続きお待ちしています。ねね南川のセクシャルの話のコーナーでした。トイズハート放送局、ここでトイズハートからのお知らせです。
こってり特濃ローションでオナホの使用感にワンランク上のバキューム感を付与。新発売の錬金術師のオナホアトリエ特濃ハード錬成ローションはもうお試しいただけましたか？オナホ専用ローションオナツユを作ったトイズハートより、オナツユとはまた違うフィーリングがお楽しみいただけるオナホ用ローションがこちらです。オナホの隙間をみっちり埋める特濃ローションの効果で一層の密着感がお楽しみいただけます。錬金術師のオナホアトリエ特濃ハード錬成ローションは通販サイト様および全国のショップ様で販売中です。おー、これはすごいですね。新作ローション、これ出ました。まずですね、普通のオナツユ、オナツユをね、はい、まず今手に取ってみますよ。触ってください、お願いします、うん、あ、でもオナツユもやっぱりね、かなり弾力性もあるし、俺はこれが結構ちょうどいいかなって思ってるぐらいの粘度、拭き取りやすいっていうの、拭き取りやすいと思う。オナツユででもちょっとこうついてこうとろーってやるとさっぱりしてる感じもあります、うん、これオナツユでは、はい、さあそして対して、特濃ハード錬成ローションを触ってください、どうぞ。うわー、これ全然ちゃうわあ、これ全然ちゃうね。いかがでしょうか。これ引っ張れてるよ。お、本当だ。あ、これかなり粘度濃いよ。そうですね。これ液体？これ液体の部位になる？液体の種類になる？これ。ほら、うん、ほらだってこれやもん、見て。これが、ほらこれはさっぱりしてる。ね、全然糸切れるでしょ。夏湯は。これよ。これ。これでもさ、何のオナホに合うんやろうか。そう、ハード系オナホが合わなかった方にもおすすめですということで。ほう。直接的な刺激を1段階ほどマイルドにしつつも密着感を上げるので、うん、刺激が強すぎると感じたオナホなんかにもぜひお楽しみにしてくださいということです。なるほどね、はい、あ、だからこれをこの弾力性が増すことで、ちょっと痛いなとかいう感じるようなことがあれば、これでワンクッションになるわけや。そうなんです。しかもこれ気持ちいいってことでしょ。はい、お、最高じゃないですか、ね、大容量かなり楽しめるよ、うん、はい、この大容量ね、うん、なのでぜひ普段のオナホちょっと違った感じで楽しみたいなって方にもおすすめでございますので、ね、俺もちょっと一つ家に置いとくか、はい、ぜひ、ね、ちょっとね、置いていただいて。どうしよう、大丈夫ですかね、子供が遊んでたらどうしよう、子供にはもう子供の、絶対に届かないところに置いときます。はい、はい、ということでぜひお買い求めください、うん、以上トイズハートからのお知らせでした。トイズハート放送局、お届けしてきましたトイズハート放送局エンディングです。番組では皆さんからの投稿をお待ちしています。メールは番組ページのフォームからお願いします。この番組は月曜日のお昼12時からトイズハートの公式ホームページでもアーカイブ配信されます。こちらでもぜひお楽しみください、はい、というわけでございますけれども、今週もあっという間でございましてね、まあ、いろいろ話させていただきましたけれども、まあ、まずまあ、ねねちゃんがね、はい、その髪を切ったところの美容室が定まらないっていう話はできなかったですね。できなかったですね。だからこう喋られたりとかするの嫌なんですもんね。はい、その会話があまりしたくない。これさ、もうなんか職業とか聞かれたら何て言えばいいのか。いや、声優やってますね。いいやん。フリーターですって言ってます。なんでよ。いや、声優やってますって言われたら、え、何の声優やってらっしゃるんですかとかさ、そこから話が広がるわけじゃないですか。タイトルが言えないから。いやいや、言えないことないじゃない。誇り持って、誇り持ってさ、はい、ちょっと HK もやらせてもらってますよとか、そういう言い方して、え、HK？ え、僕結構好きなんすよ、みたいな話になって、結構意外と、え、じゃあちょっと、あ、なんか新たな扉が。そうよ。ちょっと冒険力足りないな。そうだわ。そうだわってなったら、俺がパワハラ力がぐっと上がるから。勘弁してくださいよ。本当にすいませんでした。本当に申し訳ございません。まあ、だから、まあ、そのあたりはちょっとね、はい、おいおいね、また森本サイダーとのデートであったりとか。第2回がね、特に何もできてませんが。僕もあの森本サイダーとはもう半年ぐらい会ってません。あ、そうなんですね。意外にも。どこで会ったかな。まあ、ここで会ったかな。あいつもどうしてるのかなっていう感じで心配です。あのゲストにというか、そうね、で朗読しなきゃ、そうそうそう、朗読セッションしなきゃいけないから、そうそうそう、確かにね、はい、まあ埼玉ね、はい、まあまあそれはいいかもしれない。はい、ということでございます。次回もお楽しみにです、うん、はい、はい、それではまたお会いしましょう。ここまでのお相手は月森ねねと南川でした。バイバイ。この番組は大きなお友達のおもちゃブランドトイズハートの提供でお送りしました。